今ね、全理連の方のね、全国理容連合会の方で、はい、こういうあの歴史を表す店をね、紹介したいっていう話があってね、だからボツになりましたわ。だから断髪令の頃と現代のっていうテーマでやりたかったけど、うちはもうね、想像されちゃって、理髪でかいの頃からね、理髪令の。ここから来てるので残念ですよ。さっき言ったら当たりだから、うちだけで番組が一つできちゃうので気をつけてください。これこれ、ああなるほどなるほど、これはお客さんがキープする自分専用マーク、うん、ここで名前書いてあるでしょ。ああなるほど、名前を書いてあるけど、うん、読めない人が多いんで、分かるようにした、うん、自分がひげ剃ってもらうときにこれを使う、そうそう、自分専用のマークです。だから今度のアメリカの選挙でも代理人を選ぶでしょう、はいはい、結局字の読みたくできない人が多いから、いろいろシステムがあったらしい。あ、なるほどなるほど、ね、だからこれもだから字が読めない人が多いんで、絵で、うん、その持ち主の仕事とかなんだろうね。あら、そう、だからこういう働く人を描いたのは高いんです。お、うん、これ何ですか。これだからアメリカのオークション、オークションだし、でこれこんなんで、あ、これでこの辺でみんな200ドルから400ドルとかね、すごいですね、でみんなすごいですよ。だから珍しい職業のものほど高くなる。うん、でオークションで落とすとですね、珍しいものがね、これなんかもう200万近くなってほう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 、ね、1万8000さん、うん、1万7200、こういう風な世界、ね、18世紀。あ、このお皿ですか。はい、これはひげを剃る時の皿で、だからこういうまで行くのは、そうなんですね、江戸時代、元禄時代から享保にかけて、あ、湾岸東の会社としてね、ヨーロッパに輸出されて、それを里帰り、私は里帰りさせた。これってかけてるのは何でなんですか。だから顎の下に、顎の下に当てる。あ、顎の下に当てて、ここに、こういう状況ですか。で、石鹸がつかないように、またひげがね、体に、あの服につかない。あ、これはセビリアの理髪師の一番目。だからこの頃は椅子が寝起こしできない。うん、だからこういうもたれた感じでひげを剃ってもらうんで、でこれが必要なんだ。から実演はできませんけどね。ああ、真似ぐらいはできる、ね、真似ぐらいできる、この血のりつけて。お、大正時代、大正時代の考え、これは中がね、こういうところに決まってるんですね。なるほど。これで、よー、あ、なるほど、よくできてます ね。そしたらね、パナソニックのね、うん、あのね、バイブレーターを発明した人がね、これよくできてるうち。パナソニックはね、ここにバネが入ってるだけらしい。あ、そうなんですか。